術域は山川統治理に関する異文や珍しい動植物に関する話などを多く集めた小説集。2巻中国の南朝張の任が戦したとされているが多くの問題がありその真偽は明らかでない。本書の真偽については古来諸説があるが同時期に同盟の疎中視線、術域があるなどその問題と絡み合って解決していない。随や 旧、当女の、形跡誌及び、新当女、芸文誌に著録される、術域十巻は、戦者を、訴中氏としている。一方で、両書の、任、伝には、本書に関する記述が見られない。本書に関する記述が見出せるのは、北総直線の、数分総目、南総明後部の、軍裁読書誌を待ってからである。訴中誌の作は、司会小説集であり、任の作は、 主として、山川、動植物のキーについての記録で、地理書的な傾向が強い。題名が同じために、しばしば混同されてきた。祖中詩術域は、すでに散逸しており、本書との関係はわからない。審議に関する議論としては、人望術域を忍法の線とする説には明公部、軍災読書士、応募の、贈呈館、偽装書書集、術域は都分があり、 後人の儀作とする説には、四古前書総目帝王、修中府、帝道読書記、露人、中国小説史略がある。人仙、術翠記は、比叡会、漢儀奏書38種、漢儀奏書76種、漢儀奏書86種、劉武史秘書、桃子前書、瑞安女子奏書等に収録されているが、テキストとして最も優れているのは、 林安府大病前ヘセキホインカカンポンを、女の将が警告した、随安女子総書とされる。なお、冷エ本と、桃子前書本にはない、同じ部分の脱落が、歓義総書3種及び、龍武史秘書の4本にあり、これらが同じ定本によったことがわかる。ありがとうございます。